はい、どうも、ビーモールです。さあ、本日はこちら。アプリなんですけども。斉藤さんというアプリをね、使ってやっていこうと。斉藤さんというアプリ、ご存知ですかね、まあ、簡単に言えば、不特定多数の人と匿名で電話をすることができる、会話をすることができるっていうアプリなんですけども、これを使って今日は、この、一緒に話す電話をする人に、応援語を浴びせていこうと思います。はい。斉藤さんと話すっていうところを押して、まあ、その、繋いだ時に、僕と同じように、繋いだ人と、マッチングして、で、話すことができる、電話をすることができるんですよ。そこで、繋がった人と、まあ、いろいろその子の情報を聞き出して、一応まず話して情報を聞き出して、そこで、その子にあった応援歌というものを、浴びせていこうかなと思います。斉藤さんって話すってところを押せば、この、繋がるわけですよ。この不特定多数の、同じように斉藤さんを利用している人と。では、行きましょう。来た。もしもし。もしもし。あ、こんにちは。くそ！切られた。まあ、この斉藤さんというアプリ、このご存知の方いらっしゃると思うんですけども、非常に民度が低いんですよね、このアプリは。不適切な言い方をすれば、この、特に男で出会い目的とか、そういうなんか変なメッセージ送ったりとか女の子に対してね、そういう目的のやつが非常に多いんですよね。だから僕が声を出して男って分かった瞬間もう需要ないなと思って切られるわけですよ。会話をできるやつをまず探していかないとね。もしもし。セッシュニグほんま、どいつもこいつも。こういうアプリでさ、自分の欲をせこせこさ、満たしていこうというやつ。もうそういうやつがもう一番出会えないからね。うん。こういうアプリを知る人に負けないよ。うん。もしもし。もしもし。聞こえる？元気ですか？元気があれば何でもできる！元気ですか？返事せえ。なかなかこれは長い戦いになりそうですね。もしもし。くそ。どいつもこいつもくるってやがる。あ、もしもし。ひどくない？みんな。ねえ、俺はちゃんとお話をしたいのに。男って分かった瞬間需要ないとかさ。ほんと辛くなるよ、ほんと泣きたくなるよ、これ。もしもし。あかん、これ企画だな、これ。企画だなやつよ、これ。やばい。あかん。絶対企画にしなあかん。考えに考えてひねり出した企画なんやから。絶対企画にすんの。あ、もしもし。ごめんね、男で。ごめんね。大丈夫？はい、大丈夫。あ、ありがとう。ちょっと今ね、まあ、この斉藤さんっていうアプリ使ってさ、なんかそのいろいろな人とお話したいと思ってて、なんかその、悩みとかない？今、悩み。いや、別に。なんなんこいつはほんまにさ、人が真摯にさ、悩みを聞いてあげようとしてんのにさ、なんなん？あ、こんばんは。ごめんね、男で。大丈夫？あ、全然大丈夫ですよ。ありがとう。いや、ちょっと俺も暇でさ、ちょっといろんな人と話したいと思ってて。あ、はいはいはい。何話しますか？いや、今、コロナで大変やん。あの、ウイルスで。はいはい、学生さん？社会人。社会人。仕事とか大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。あ、そうですか。ね。あ、そうですね。やっぱ家にずっといなきゃいけないっていうのは辛いですよね。はい。ね、じゃあ、いつも何してるんですか、家で。休みの時とか。いつも家で、ゲーム見たり。はいはいはい。映画見たりとか。ああ、いいですね。何の映画が好きなんですか？僕、ワンピース好きで。ああ、いいですね、ワンピースね。好きなんですけど、ずっとそれ見てます。ああ、ちょっと海賊を目指して頑張ろうみたいな。なんか、ワンピース好きってことは、なんか、海好きみたいな感じしてます。ああ、海いいっすよ。僕も海好きなんですけど、やっぱ、海好きっていうことで、やっぱ今、ちょっと、外に出れないってこと、海も行けないと思うんですよ。なんでちょっとやっぱ、この斉藤さんの中でも、ちょっと海を感じてほしいなと思って、僕ちょっとあなたにメッセージとか応援歌歌っていいですか、今から。あ、はい。
海公園、僕らのためにやってきた、レッツバイクルーズ、レッツバイクルーズ、ダダダ、ホームラン、ゴーゴー、レッツゴー、クルーズ。海感じましたか？感じましたね。ああ、ありがとうございます。海の風がちょっとね。いやあ、あなたの力になれてよかったです。いやいや、ありがとうございます。いや、本当にこれからもちょっとお仕事が大変と思いますけど、頑張ってください。あ、いやいや、はい。はい。まあ、辛くなった時は、さっきの僕の応援歌を思い出して頑張ってください。あ、はい。はい、ありがとうございます。やっと来ましたよ、接しやすいやつが。社会人相手ね、そのワンピース、海が好きということで、海を感じれるような応援歌。巨人の外国人汎用応援歌、浴びせてありましたよ。あ、引き続きどんどん浴びせていこうと思います。調子できたよ。もしもし。まあ、そううまくはいきませんよね。こんにちは。最近のものは本当に礼儀がなってないですね。こんにちは。あ、クレイジーボーイです。はい。おい！ちゃんと答えたの。メンタル来るね、これ。河川敷で応援歌を歌うのとはまた違ったなんかメンタルのすり減らし方やけど、これ大丈夫？こんばんは。あ、すいません、男で大丈夫ですか？男で大丈夫？大丈夫、大丈夫。ありがとうございます。今は何してるんですか？なんか、コロナでね、学校とか、大丈夫ですか？あ、ないですか、やっぱり。家でいつも何してるんですか、じゃあ。うんこしてんの？うんこと何してるって？勉強？ああ、何の科目が好きなんですか？なんでしょうね。じゃあ当てるで当てるで。英語。正解、英語好きなんや。あ、やっぱ何、将来はそういう英語を使うような仕事に就きたいとか。そうですね。ああ、そうですか。やっぱりアメリカに憧れが。あー、なるほどね。アメリカンドリームと言いますかね。やっぱその、アメリカを将来志してるあなたにちょっとぴったりの、応援をしたいんですけど、いいですか？ちょっと聞いてもらっていいですか？僕の応援、あなたに。応援歌を歌いますから。今からちょっとアメリカを志してる、将来有望なあなたに、応援歌を歌います。いきます。ホームランブラズ、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー、ラララ、ホームランブラズ、レッツゴー、トゥトゥトゥタラで、ホームランブラズ、先行を見せろ、狙い上外、グレートパワーブラズ、フルスイング、ブラズ、ブラズ。元気出ました。アメリカ行けそうっすか？英語頑張れそうっすか？頑張れそう。よかった。聞いてる？何も喋ってへんけど。何も喋ってへんけど、聞いてる？ちょっと女の子みたいな声せんでええから。俺別にそういう、なんか出会い目的やってへん。別に。そんな、下心ないから。大丈夫？元気出た。切るよ、もう。切るよ。ダメダメダメ、何が、あと何か歌ってほしい。お前が切るんかい。将来アメリカを志して英語を頑張ってる、ね、学生さんに、アデルの応援歌を歌ってありました。はい。で、これでね、彼が将来世界をまたに、こんなね、活躍をしてくれれば僕は嬉しい限りですね。こんばんは。専門学生です。専門学生、いくつ？18です。あ、18か。じゃあ今年から専門学生。そうですね。学校とか今あんの？ないです。ないよな。じゃあもう、専門学校入学したけども、しょっぱなから学校ないみたいな。そうです。大変やね。勉強とかどうしてるの？勉強課題出されました。あ、課題出されてるんや。どういう課題なの？なんかレポート用紙、レポートにまとめろみたいな。あー、どういう系の専門学校な？スポーツ関係です。あ、スポーツ関係。あ、そうね。じゃあスポーツ好きなんや。そうです。何のスポーツが好きなの？例えば。野球、バスケ。あ、そうなんや。野球好きなんや。はい。どこの球団が好きとかあんの？好きなチーム。僕は、北海道なんで、今。あ、北海道。
あ、日ハムなんやな。だけど、なんか、僕が好きな選手いるのは、オリックスなんですよ。オリックスなんですよ。オリックスなんですよ。マジでオリックス。岡大輔って人と、はいはいはい。山本由伸っていうピッチャー二人が好きで。もう日本代表するピッチャーやからね。奇遇やね。俺もオリックスファンやね。あ、そうだ。そうそう。ライトスタンドで全力で応援歌歌いまくってんねんけど。おー、ファンじゃないですか、ちゃんと。そうそうそう。なんかさ、野球系の YouTube とか見たりせん。野球、YouTube。特産 TV とかのやつ。あ、そうなんや。クーニングとか。はい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 。なんか、プロ野球の応援歌とかも調べたりする。野球。YouTube。ああ、それはもう興味ないんですよ。ああ、興味ないや。あ、そうか。YouTuber なんですか？まあ、そういうもんじゃないけど、俺は。うん。ただ、そうそう、応援歌が大好きなんやけど、ただ応援歌を全力で歌うっていうことにはすごい定評はあって、正直、周りの中では。そうそう。で、その、まあ、今、コロナ大変やん。はい。で、まあその、辛いと思うねんけど、そういう子たちを今、俺は、応援していきたいと思ってて。いい活動してますね。そうそう。で、もうこの斉藤さんというアプリを通じて。だから、君も多分今、うん。誰とも会えずにさ、まあその一人で家で課題ってすごい辛いと思うねん。はい。だから、この野球が好きという、この気持ち、ここに少しの寄り添って、俺は応援してあげたい。これを聞いて、もっと勉強頑張ってほしい。はい。だから、聞いてください。オリックス・バファローズ球団か、スカイ。わーわー、オリックス・バファローズ光、輝くは、すぐに向かえ。あわ、オリックス、バファローズ。君は、行けるだろう。スカイ、笑顔をつなぐ空の、ヘイ、青さに誘われたら、ウェイ、光を目指し進め、すべてを掴むために。トゥチュルチュルチュチュンチュンチュチュルチュチュン。トゥテルトゥテンドゥンドゥドゥルデデン。トゥテルトゥテンドゥンドゥテルデデン。トゥテルデデンデデン。トゥワーン。ありがとうございました。ラッキーセブンの攻撃でした。ちょっと泣きそうになりました。ああ、よかったよかった。頑張れそう、これで。頑張ります。よかったよかった。ねえ、山岡とね、吉信が好きっていうことで。まあこの、北海道で遠いと思うねんけど、まあオリックスの試合とかもぜひ見に行ってね、オリックスの魅力をもっと感じてくれたら俺嬉しいな。わかりました。オーケー、ありがとう。頑張ってね。頑張ります。ありがとう。よし。はい、いや、野球ファンで、吉野選手と山岡選手が好きで。これワンチャン俺のこと知ってんちゃうかな思って、まあ、それっぽい質問したんですけど、まあ知らないみたいで。まあ、ただね、その野球が好き、オリックスが好きという気持ちはね、親近感しかないんで、魂込めて好きました。こんばんは。もしもし。こんばんは。あ、男で大丈夫ですか？ごめんね。うん、うん、なんか、男でも女でも大丈夫です。出会い目的とかなかった。出会い目的じゃなくて、話したい目的です。いやー、接しやすいね。でしょう。接しやすい。いやー、いいですね。お兄さん明るいですね。ありがとう。よく言われる。明るいのが、まあ、うん、悪いこととは思わないですけどね。うん、いいことしかないでしょ。明るかったら。いいことです。そう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 。ね、全力でいつもやってます。はい。全身全霊で。え、何の仕事してるんですか？僕は一応、まあ、夢追い人というか、うん、夢を追いかけてる、うん、人間ですね。別に、うん。まあ、ごめん、ちょっと、まあ、大学生です。はい、大学生。お兄さんは？僕、ラーメン屋の先生にしてますよ。あ、ラーメン屋ですか？そうですよ。いくつですか？僕、19です。19歳でラーメン屋で。はい。将来は、店開いてみたいな。経営者かな。わ、すごいわ。まあ、稼げるよね。やっぱ学歴じゃないと、こうやって、ラーメン屋が、ね、学歴関係ない仕事じゃないと、稼げないですか。斉藤さんにこんな、しっかり自分のビジョンを持って頑張ってる人がいたんやな。あれでしょ、ラーメン屋もね、お客さんとか大変じゃないですか。お客さん、こういうことですよ。ね、やばいなっていう。ああ、やっぱなんか辛いですか、やっぱ、そういうの。辛い。まあ、ね、僕のところだけじゃないですから、みんなだから。それみんな辛いですからね、本当にね。みんな辛いです。僕も辛いですよ、やっぱ。うん。どういうとこがやっぱ一番辛いですか？暇っていうとこが一番辛い、ね。暇ですか？仕事は仕事だから、暇が一番辛いです、ね。ああ、なるほど、なるほど。何もすることがないから。そういう暇な時ってなんかどういう風に過ごしたりしてるんですか？
でも、休憩とかができないが、暇は暇でも一応仕事中だから。ああ、なるほどね。もう突っ立とかないといけないから、それが。立ちっぱなし。足も疲れてきますよね、それね。ですよね。いや、もうそういうことがない。立ちっぱで、足の筋肉とかついてきたりしないですか？いや、そうしてるはそうですね。ねえ。なんか足がね、マッチョになってきたりとか、最近そういう現象ないですか？ないですね。ないですか？筋肉痛になるばっかりですよ。あ、筋肉痛ですか。でもやっぱ筋肉痛ってやっぱその成長してるっていう証拠なんで、いいことやと思うんですよ、僕は。僕もすごい筋トレハマってて、まあ日々筋肉痛との戦いなんですけど、やっぱそういう、筋肉痛が来てるからやっぱ自分成長してるなって思えるし、うん、そういうの大事だと思うんですよ、僕は。ああ、うん。いいですね。面白いですね。ありがとうございます。いや、すごい喋、慣れてるのかなと。大人だからかな。まあまあ、そういう職業柄なんで、はい。まあ、そういうなんか筋肉痛を継続していくことによって力になって、力になる。継続は力なりって言葉知ってますか？そうですね。ええ。だからやっぱ、暇な時でも、やっぱ足鍛えて、自分信じて突っ走らないとダメだと思うんですよ。だから、そういうあなたに、俺すごい頑張ってほしいから、マジで。そういうあなたのすごい真面目な話聞いて。だから、応援したい。うん。だから、ちょっと、今から、僕、応援歌歌うのすごい好きで。あなたに対して応援歌を今一曲歌っていいですか？じゃあ、行きます。心に秘めた思いをフルスウィングでぶちかませ。継続は力になるから自分を信じて突っ走れ。よかったよかった。これでね、あなたもラーメン屋のゆくゆくは経営者として美味しいラーメン作ってください。その時はぜひ僕も、ね。そうですね。聞いてくださいね。ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございます。なんかあれですね、なんかちゃんと喋ってくれる人はいい人しかいないですね。うん、喋ってくれる人は。もう楽しいね、斉藤さんね。じゃあ、これが最後ぐらいかな。行きましょうか。ラスト。いい人と会えたらいいな。こんばんは。世界には愛しかない。こんばんは。人生の良し悪しを裁くルールなんかはない。あ、ごめん、もう一回言って。ちょっとさ、そういうなんか決め台詞をするんやったらさ、ちょっとハキハキ喋れっつう。え、なんて？目かゆい。目かゆい？どうしてくれんだよ。いやー、花粉症ちゃうかな、それは。あ、マジ？うん、花粉症やと思う、それは。あ、花粉か。うん。花粉症でしょ。だから俺今日、ハクション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 って100連発した。もう、ハクション大魔王か、お前は。ちょっと滑ってるやんけ。おう。光見たらくしゃみ出る。うん、知ってる、それは。俺も花粉症やからね、今。光好き、光。光？うん。光ってやっぱさ、なんか明るいやん。明るいイメージあるやん。やっぱなんか、ね、将来も光り輝いて、このように光り輝いて、うん、糸を光るみたいな感じで。この人なんか変なこと言ってる。歓喜の瞬間を、その手で作るため、高鳴る胸に秘められた覚悟を示すとき、かっ飛ばせ、ふい。これでええや。変な人でええや、俺は。というわけで、この斉藤さんでいろんな方とおしゃべりさせてもらったんですけど、まあ、もちろん民度は低いですけど、うん、喋ってみたらいい人もいっぱいいるアプリなんで、暇な人はまあこういうアプリを使って、暇つぶし楽しむのもありかなと。もちろんまあ不純な接しにくい変な奴らもいるんで、まああんまりガチで友達作ろうとか出会おうとかそういう目的でやるもんではないかなと思います。はい、それではビーボールでした。